はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校2年生の理科刺激と反応3についてお送りします。でね、このシリーズも3本目、前回はね人の感覚器官やりましたけど、今回はですね、なんだっけ、刺激をもらうじゃないですか、こうパンみたいなね、刺激をもらうとこれが神経を通って脳まで行くっていうのをこのシリーズの1本目でみんなに覚えてもらったんだよ。でも実はね、その神経を通って脳まで行くだけではちょっと知識は足らないんです、本当は。じゃあ載せるなって話なんだけど。で、そこの部分を詳しく掘り下げたのがこの動画になります。なので、ここの言葉をしっかり覚えてください。いいかな？で、今回も穴埋めで1番から13番までありますので、ね、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっとね、まあ、言葉も多いので、あ、きついよ、きつそうやな、って噛んだ。きつそうやなって思う子はね、ぜひ一度動画を見てもらえたらと思います。いいかな？ほんじゃ、早速ね、説明始めていきますので、どうぞよろしくお願いします。で、今回はですね、ちょっと同じ言葉をいっぱい使うんでね、前出てきた言葉、番号がいっぱい出てくるんですけど、ちょっとね、うまく確認しながらいきましょう。じゃあ、いくよ。体の中で判断や命令などをするっていうのが2箇所あります。まず1箇所はみんなが覚えやすい脳です。で、ここ命令しそうでしょ？で、もう1箇所が、脊髄と言います。この2箇所覚えてください。脊髄はひらがなで大丈夫です。で、この命令する脳とか脊髄のことを、中枢神経と言います。脳も脊髄もね、神経ってついてないんだけど、こいつらのことは中枢神経です。いいね。で、次です。皮膚などのほにゃらら器官。ここはね、まあみんな覚えてるんでいいでしょう。皮膚などの、これまあ前回勉強したやつね。感覚器官だね。その皮膚などの感覚器官から、2に信号、2って中枢神経ね。つまり、感覚を受け取りました。それを脳とか、まあ、脊髄の方にね、信号を伝えるものを感覚器官から始まってるので、そのまんま感覚を使って、ちょっと待ってね。感覚神経と言います。いいね、感覚器官から中枢神経、あいつらに信号を伝えるのが感覚神経。そして今度は中枢神経、脳とか脊髄から筋肉の方で、筋肉などの器官のことをね、まあ、体を動かすとこなんでね、運動器官と言います。で、その脳とかから体をこう動かせよって、俺だったら手を動かせよとか、そういう運動器官に信号を伝えるものを、まあね、日常で使えますね、この言葉ね。運動神経と言います。もともとは神経の名前なんだよ、運動神経ね。いいかな？感覚神経と運動神経です。で、今言葉だけなんでごちゃごちゃすると思うんだけど、こっちの問題やりながらね、ここで説明するからちょっと待っててね。で、運動神経と言います。で、ちなみに4と6、感覚神経と運動神経などをまとめて、いい。こいつらまとめると、ごめん、上の方が長いんだ、これ。末梢神経と言います。梢はね、漢字が難しいんで、ひらがなで OK です。いいね、末梢神経。で、中枢神経、さっき脳とか脊髄ね、とか、末梢神経、2と7ね。だから全て、全部です。全部の神経をまとめたものを、すべてまとめて、お、変な字。神経系と言います。かなり変な感じするけどね。神経系です。いいかな？ぜひ覚えてください。これがまず言葉です。だから、神経、神経って言ってきましたけど、こんだけ種類がある、ちゃんと。いいかい？ではでは、ここ行きます。いくよ。まず、暑いから手で仰ぐ。したことあるよね。授業中とか、あっちみたいな、こういうやつ。暑いから手で仰ぐっていうのは、暑いっていうのを意識してから手で仰いでるので、ちゃんと意識して反応してるんだよ。で、そういう時は左の図、ここの図でどういう流れで信号が伝達されてるか。まず、スタートは皮膚で、ああ、暑いって感じてるから、ここがスタート。必ずね。
で、そこからまず D を通ります。まあ D しかないけどね。で、ここ、1番のとこね、まあ、前回の答え、ここ入れてください。脊髄が入ります。で、必ず図、図じゃないよ。図はこうなるからね。脳と脊髄と、まあ、筋肉、皮膚、それか運動器官、そして感覚器官って書いてあるかもしれないけどね。で、皮膚からまず脊髄に行きます。で、脊髄から脳に伝達するんで、B を通るね。で、そっから脳で、え、熱いのか、じゃあ仰げよっていうのが来るから、仰げって命令がまず脊髄に行きます。で、脊髄から筋肉に仰げって言われてるぜって言われて、筋肉が反応して仰ぐと。いいね。こういう順番で反応していることを覚えてください。これは意識しているときです。いいかな？しかし、これあとね、熱いものに触って手を引っ込める反応。これどういうことかっていうと、まあ今ね、もう見てくれてるの夏だと思うんであんまないと思うんけど、あの冬とかさ、まあ、ストーブでも、まあ、夜間でもいいんだけど、めっちゃ熱いものにね、たまたま触れちゃった時。で、こう触って、これ熱いとするじゃん、これが。あちって、こうやって引っ込めるっしょ。これって、言いそうになっちゃった。この反応について考えます。ちょっと待ってね。あちってやつ。で、こういう反応の時は、左の図で、まず皮膚。まあ熱いから、こっからスタートなんだけど、D から始まって、脊髄に行くじゃんか。その後、脳に行かずに筋肉に行きます、もう。つまりこうです。脳をスルーするんです。っていう流れになってる。で、さっき俺が言いそうになった答えなんだけど、こういう反応は無意識で起こってます。ちょっとこっち青にしようかな。ごめんね、青にしやがった。ちょっと待ってね。無意識で起こっている。ちょっとせっかくだから色変えるわ、ここ。よいしょ。D から。C だね。で、こういうふうに無意識で起こってる反応のことを反射って言います。いいね。まあよく使うね、反射ね。で、この反射の中でも光の量で瞳の大きさが変わる。これ前々回やったね。暗いところの方が瞳は大きくなるんです。これは自分でやろうとしてるんじゃなくてなっちゃうんです。体が反応して、これも反射の一つで、その瞳の大きさが変わる反射、特別な名前があります。これを瞳にこう書いて瞳孔反射って言います。これね、特別な名前がついてるんで覚えておいてください。いいかな。ではでは、ちょっとね、確認をしていきます。で、さっきやったここの言葉あったでしょ。で、まずさっきも言ったように皮膚、これが感覚器官と言います。で、感覚器官で受け取ったのを中枢神経って脊髄とか脳でしょ？そこに伝える、これが感覚神経です。ここ。いいかい？で、逆に2番から、中枢神経から、ごめん、ケチした。筋肉などの運動器官、ここね、運動させる器官に、こうやって伝達してる。これが運動神経の神経になります。いいね。で、ここの感覚神経とか運動神経、ここをまとめたものが末梢神経と言います。で、脳とか脊髄をここをまとめたものが中枢神経になります。で、しつこいんですけど、全部まとめたのが神経系と言います。いいね、ごちゃごちゃして本当に申し訳ないんだけど、ぜひね、一個一個丁寧に覚えてください。ここね、パニクるとテスト全滅してしまうので、いいね、よろしくお願いします。ちょっと声詰まっちゃったね。お願いします。では、今回はね、中学校2年生の理科、刺激と反応丸3についてお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、やっと次回でね、この第4本ね、全部シリーズ終わります。で、次回に関しては2つのある実験を取り上げます。まあ、実験通過ね、多分学校でみんなやるんだけど、あの物差しをね、物差しあるかな、あったあった、物差しちょっと遠目でごめんね、物差しをさ、誰かにやってもらってパッて離して掴む、これがどのぐらいで掴めるかっていう実験と、まあ何人かな、6、7人こう手をね、こうみんな繋ぐんだよ。繋いでギュッて握ったら、こっちギュッて握って、ギュッて握って、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 みたいな。それで何秒かかるか、みたいな実験があるんだけど、そのね、2個、
それについて取り上げてね、それを問題でやっていきますので、もしよかったらそっちも見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。